皆さん、こんにちは。7日のジャニーズ事務所の会見以降、ジャニーズ事務所の性加害についての話題が再燃している中で、過去の所属メンバーに注目が集まっています。今回は能義行さんという方についてご紹介いたします。能義行さんは東京都新宿区生まれ、渋谷区笹塚育ちの元ダンサーで、俳優や歌手としても活動されました。別名義は能ちん。血液型は B 型で、横浜の私立桐蔭学園高等学校を卒業されています。ジャニーズ事務所在籍時は1959年生まれとして、年齢を1歳若く詐称していました。また雑誌に掲載され始めた頃には幾度も野生義行と誤植されています。1978年春にジャニーズ事務所に入所後、ディスコメイツ、ジャパニーズとグループ名を変えながら、主に川崎麻世さんや田原俊彦さんのバックダンサーとして活躍していました。お二人には大変可愛がられていたようで、ジャニーズ退所後も番組内でジャニーズ所属時代のエピソードを求められると、たびたびお二人の名前を出しています。また昨今話題のジャニー喜多川氏の性加害ですが、その点においてもお二人が守ってくれたと、退所後に親しい関係者に漏らしていました。当時ジャニー喜多川氏の一番人気は川崎麻世さんでしたが、能さんが呼び出されることもあったのだそうです。散々ジャニー氏に対する性接待の話をさまざまな先輩から聞いていた能さんはたまらず、川崎麻世さんに対処法を仰ぐと、代わりに部屋に出向いてくれたこともあったのだとか。そのような経緯があったことで、能さん自身がジャニー喜多川氏の夜の相手を強要されたことは一度もなかったといいます。通例ではジャニー氏の性の申し出を断った人間はグループをクビにさえるか、退所後も圧力をかけられ、仕事がなくなるといったことが報告されていますが、能さんの場合は特別で、ジャニー氏と一回も寝なかったにもかかわらず円満退所となり、その後の芸能活動ものびのび行えたとのこと。川崎麻世さん、田原俊彦さんの二人には頭が上がらないと漏らしていました。1982年にジャパニーズが解散した後は俳優に転身、翌1983年にはシングル「大丈夫マイフレンド」でソロレコードデビューも果たしました。その後はジャニーズ事務所と並行しながら、1984年に劇団四季に入団して、ミュージカル「キャッツ」に出演したり、西城秀樹のバックダンサーを務めたり、ファッションデザイナーとしても活動していました。また能さんは芸能活動の傍ら、大正2年5月1日生まれの父親が笹塚駅前で営んでいたうどん屋白龍笹塚店を1983年から時々手伝っていましたが、1986年に芸能界を引退した後は店長となりました。そんな中、1988年に突如 BD104 のメンバーとして再び田原俊彦のバックダンサーに抜擢され、芸能活動を再開。昼はうどん屋、夜はダンサー、歌って踊れるうどん屋さんなどと称されるようになりました。2000年代からは結婚式やイベントの司会業も行っていましたが、やがて喘息と化学物質過敏症を発症し、活動を休止しました。能さんは化学物質過敏症の発覚する1年ほど前から情緒不安定になっており、日によっては仕事を突然キャンセルするなどのうつ病に似た症状が現れていました。自身は疲れているだけだと言い聞かせていましたが、周囲からは薬物の使用もささやかれたほど、能さんが最初に体の異変に気づいたのはジンマシンがきっかけでした。ある日を境に、午後になると手足に時々ジンマシンが出るようになりました。数は2から3個、10円玉くらいの大きさで、少し盛り上がった感じのものでした。かゆみはあまり強くなく、翌朝には消えていたので、それほど気にしてはいませんでしたが、食事か薬を原因と疑って、食べた食品のメモを取ったりしていました。しかし、原因はさっぱりわからず、半年ほど経ったある日、うどんに使う小麦の仕入れ先の農作業小屋に入った2から3時間後、肘を覆うほどの大きなジンマシンが出現。小屋には電波多に散布する農薬が無造作に置いてあり、
自分が有機リン系農薬に対するアレルギーのようなものを発症していることに気づきました。その後、さまざまな病院を回りましたが、病名は特定できず、北里研究所病院で精密検査を受けた結果、化学物質過敏症の診断が下りました。脳さんは発覚した頃にはかなり重要で、医者からは楽屋などの狭い部屋にいることも制限されることとなりました。このことで芸能活動を休止となった脳さんですが、その後の様子については本人からは一切明かされていません。しかし2019年、脳さんの現在を知るという女優でタレントの西村智美さんよりブログにてその近況が明かされています。のおちんの近況を教えてくださいという質問が多いので、私が知っている範囲でご本人に確認した上でお伝えしますね。まずは、私とのおちんとの関係は文化放送のお仕事や共通の知り合いを通じて今でも仲良く交流させていただいています。のおちんは1978年にジャパニーズのメンバーとしてデビュー、田原俊彦さんのヒット曲のバンクダンサーでもおなじみのジャパニーズ、そのメンバーの一人、現在振付師のボビ吉野さんご夫妻には10代の頃から可愛がってもらっています。映画大丈夫マイフレンドに出演&主題歌を歌っていました。文化放送の私の番組にさだまさしさんがゲストでいらした際に、毎年夏に長崎で野外コンサートをされているとのことで、当時親友だった西尾拓海、能義行さん、水島豊さんなど親しいメンバーで、毎年長崎のコンサートや死闘へ遊びに行ったのがきっかけでした。このメンバーは今でも勝手組として不定期ですが、連絡を取って遊んでいます。メンバーは十数名います。さて本題ですね。お待たせしました。のおちんは現在 CS 化学物質過敏症が発症して、芸能の仕事はセーブしているようです。歌と踊りはエキスパートなのでライブを願っていますが、狭い空間は埃や化学的な匂い、タバコ、スモーク、スプレー、化粧、柔軟剤、エトセトラで体調が悪くなるので現時点では無理だそうです。でもご本人はいつか完治したらライブをしたいと言っているので、情報が入ったらここのブログでもご紹介しますね。ちなみに Facebook をされているそうですが、完全プライベート友人のみだそうで、友達申請は受け付けていないそうです。私も知らなかった CS 化学物質過敏症、発症したら電車や飲食、映画館など狭い空間が辛いそうなので、この症状についても皆さんに認識していただき、ご理解をいただけると幸いです。のおちんのファンの皆様に近況報告をと言いつつ、プライベートで遊ぶときはお互い仕事の話をしないので、全然詳しくなくて失礼しました。いつかライブ会場でのおちんのファンの皆さんと一緒にのおちんポーズをしたいですね。また2021年にはのおさんの写真も掲載されています。残念ながらお顔はパーティーグッズでほとんど隠れていますが、白ひげを蓄えてらっしゃることは伺えました。活動していた頃とは打って変わって月日が経ったのを感じますが、現在でも変わらずお元気に、過去の共演者の方と遊ばれているようで、ファンとしては一安心なのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。